はい、Jチャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。今日はね、本を買いました。一生もんのアコギを探すという本が出たんで、これをね取り寄せて買ったんですけど、やっぱりこれを買えるとね、見ると楽しいですよね。中はね、あの著作権があるんでなかなかできませんが、あの地方でねギターを買うときなかなか難しいですよね。1軒2軒ぐらいしかないから、でいいギターがあるとは限らないし、と思ってこういう本を買ったらですね、どこで買ったらいいかっていう店もおすすめの店とか出てるし、いろんなのが出てますね。こう来たばっかでまだ読んでないんですけど、やっぱりギター弾いててね、いいの欲しくなるじゃないですか。欲しくなった時やっぱりこうね、こちら斉藤誠さんとかね出てるんですよ。で欲しいなと思ってね、金はないんだけど欲しいなと思ってる、見てる時が一番楽しいなと思ってね、いろんなのを見てね。で YouTube なんかでもね、ギター見てもやっぱこう撮り方によっては全然違うでしょ。なのでいい音に聞こえたりしていても、実際手に取ったら違ったりとかするんだけど、やっぱりあの王道のギターをね一本欲しいなとか、マーチンとギブソンとかね、いいのっていうかね、オールドのやつはねなかなか難しいですけど、やっぱり王道のやつを欲しいなと思っていたんです。で皆さんやっぱギターをね、まあ買えないにしても、やっぱりこの買う時にこう何が欲しいかな、どんなんかなっていうのを研究すること楽しいじゃないですかね。えでもこんな高いのギター買っても弾けるのかっていうのもありますよ、ありますけど、やっぱりどうしてもこう自己満足でもいいからこうやりたいなという感じのがありますよね。だから本当にもうギター少年、まあギター中年になりましたけど、やっぱ僕らは本当ギター少年のままでね、こういうの見るとワクワクしますよ。やっぱ今マーチン、ギブソンはねもうちょっと今売っちゃったんですよ、ギブソンはね。なので、今テイラーしかないでしょ。でもう一本はちょっと欲しいなと思って、このマーチンが欲しいな。マーチンね、トリプル O が良かったかなというか、まあ、D28 とかね45とかアコラがあるんですけどね、やっぱりできるならピックアップをつけたのがいいし、ピックアップなかなかいいのがないんですけどね。でフィッシュマンのがね1個あったんですよ、新しいやつ、あれをつけてみたいな。あれが4万ぐらいするんですよね。オーラなんとかってやつ、マイクがついてるやつは3万ぐらいです。新しいのが4万ぐらいです。欲しいな。ただトリプル O にして28にするか、 D の28か、王道でいくか。でもやっぱりこうね見てみると、OM28 もいいらしいんですよ。であと HD28 もいい。やっぱりね引き比べることができないんですよ、こう地方だから。本当にね、なんか地方の楽器店はね寒々しいですよ。なかなかね、ジャンジャンが弾けない。あの九州のね、九州じゃない、かな、福岡の石橋楽器だときはたくさんありましたよね。なんか気軽に弾ける雰囲気だったけど、広島はねなんか触ったら怒られるとかね、めんどくさいとこ多いんですよ。だからついついこう島村楽器とか行っちゃったりしますけどね、島村楽器もなかなか取り揃えてないので、あちこち弾くっていうわけにいかないし、ね、あんまりなかなかね買わないのに弾いてみたらあれでしょ、なかなか難しいもんあるんですけど、やっぱりね、まあお金と相談しなきゃいけない。でもやっぱりギブソン J45 手放したからな、やっぱり欲しいなと思うんですよ。だから弾いて、サザンナジャンボとかいうのがある、あれ浜田省吾さんがね持っていたやつですよ。で浜田省吾さんはマーチンの D28 と HD28 を持っていたとか、でギブソンのサザンジャンボを持っていたとか、アクロのあたりが欲しいけど、今のところはね、トリプル O か、まあ、普通のやつですね、ドレッドノートか一つ欲しいな。やっぱライブが今できないでしょ、ライブができないで家で弾くんなら、やっぱちょっとこう音がいい感じのマーチンの D45 かね、J200 もいいかな。あ、これはちょっと高いけどね。でこういうこと喋っているとね、やっぱりこうね楽しくなりますよ。皆さんも一生ものって、これね2019年ですけど、一生もののアコギを探せ、一生ものだからね、いいのをねちょっと買いたいなということで、やっぱりこうメンテナンスなんかも自分ができるようにならなきゃいけないので、勉強したりとか、まあ、湿気がね日本があるから湿気とか、まあね弦を緩めるか緩めないとかね、そんなこともあるんでね、なかなかあれですけど、やっぱり高いギターを買うとやっぱ丁寧にするしね、例えばかけっぱなしにするとあんま良くないんですよね。やっぱこうね湿気とかあるから、やっぱりこうケースに収めてね湿気対策をするのが一番いいらしいんですけどね、なかなかそうもいかないけど、やっぱりねいいの欲しいな、一生もののギターが欲しいですよね。どうでしょう、アンケートを取ってみようかな。
一番今欲しい一生もののギターは何でしょうかという感じでアンケートを出しますので、コミュニティかなんかからね、欲しいか買うか買ったかいう感じでね、皆さんとコミュニケーション取ってみたいと思うんですよ。僕もまあね買おうとは思ってますが、なかなかねこれがねあれなんであれですけど、まあマーチンあたり、まあまあ、マーチンはね D28 は弾いたことあるんだけど自分の所有したことないんですよ。ギブソンの J45 とか35は持ってたんだけど、なかなかこれがね、マーチンもちょっと安いやつとかね持ってたんだけどね、で GPO なんとかなんとかってやつで買ったようなやつは持ってたんですけどね、やっぱちゃんとしたドレッドノートは持ったことないので、ドレッドノートも買いたいし、カスタムもいいらしいんですよ。カスタムが40万からいいのは50万ぐらいするでしょ。でも一生もんだからそれぐらい買ってもいいかなと思ったりもするんですけど、うん、やっぱりこう今ねなかなか外でねライブできないね時代でしょ、時期だから、やっぱ家でねちゃんとこう弾いて楽しむというのもあるかもしれないな。コロナの時代が今ね7月でしょ、8、9、10、10月に収束するかって言ったらまだわかんないじゃないですか。そしたら当分家でやったりとか、ちょこっとしたね実際ライブとかはあるかもしれないけど、なかなか広島の方も今6人です、で感染者が6人です。東京の方は多分ね200人とか出てますけど、広島でも6人でもやっぱり今ね緩和されたといってもやっぱりねライブハウスには人が集まってないですよあんまりね。だからちょこちょこっとやってるけどなかなか難しい。だからやっぱちょっと一生ものギターをね探して家でね弾いたりとか動画を上げたりとかするのにちょっとね一個買ってみようかなと思っているんですけどね、なかなか買う時にあれも欲しいこれも欲しい、でも弾いてみることができないでしょ。なのでなかなか難しいですよね。だからいろんな情報をねこうやって本を買ってね情報を得てそれから買おうかな。斉藤さんのね誠さんのあの動画が出てるでしょ、デジマートのね、あれが面白いですけどね。もっと僕はジャンジャカ弾くんで、ジャンジャカ弾くタイプの斉藤さんはちょっとテクニシャンだからちょっとこう違うんですよね。なので僕はこうジャンジャカ弾くやつの感じで、やってる人がいればいいんだけどね、まあ、いろんな人を見に行かなきゃいけないけどね。でもこうやって本を買うとねなかなかこうねモチベーションがアップするので、ちょっと今回はね一回こう、まあ、音楽雑談の動画をね作ってみました。これからもね音楽雑談とかね動画をね作っていければと思いますのでね、皆さんよかったら、まあ、コメントして自分の意見をね、僕はこうだこうだ、だからちょっとコミュニティでね、あなたの一生もののギター、欲しいギター、買ったギター、好きなギター募集しますので、ぜひねコメントでお寄せいただきたいと思います。J チャンネルでしたね。マーチンにするかギブソンにするか分かりませんが、ちょっとこう楽しんでみたいと思います。皆さんもこういった本でね、本とかね動画で楽しんでみたらいかがでしょうかね。うん、宝くじが当たればいいんだけどね、なかなかそうもいかないので、見ながら楽しむという感じでね、やってみました。 J チャンネルでした。ではまた。